はい、ようやく形になったので R9T、ドライブレコーダー装着&電源を取るということで、やってみました。はい、あの BM の専門店のですね、職人の方々から言わしたらですね、私の技術なんてそれほどでもないと思うんですけども、お手柔らかにお願いします。はい、でまず三つ葉さん工場のですね、前後ドーラレコ GPS 付きです。で、こちらのステ、このですねフォークに入れるやつなんですけども、ちょっとこの辺傷つきそうで怖いんですけど、これしか方法ないんで、ここにつけました。はい、角度も調整できるし、このステーはなかなかです。でリアですね、リアはナンバーステーの内側にかますタイプですね。これも三つ葉さん工場から出ているステーなんですけども、これ非常に良いです。はい、で、電源の取り方なんですけども、はい、ですね、R9T はですね、ここにプラスが出てます。はい、普段はあのプラスチックでカバーですね、普段はこんな感じでカバーされてますんで、剥がしてもらえばプラスは取れます。でグランドここからでも取れます。はい、ね、やってみたけど大丈夫でした。で、まあ、線を下通しまして、でこの辺があのシートの隙間できますので、僕はここから出しちゃってます。で、まあ、このくぐるんですけども、R9T の場合はですね、テールランプの系統、線の系統がもう一個出てまして、で、茶色が多分グランドでしょうね。で、あのこちらのグレー赤、これがポジションでした。でグレー黒、これがブレーキランプのようですね。はい、配線図がないんで、のようですっていう言い方しかできません。はい、で、一応ドラレコの方ですね、単独系統で、電源を取りたいので、グランドも取り直してこちらに取り直してます。別に前でも良かったんですけども、あの配線の都合上ここにありました。はい、っていう感じです。あのドラレコはですね、おそらく大気電流を若干微量ながら食べているような気がします。なので、ですね、リレー線これです。ここからとさっきのアクセサリーからリレー線取って、でこれヘンリービギンスの 1.5 リットルのツールバッグ、ちょうどここに収まります。でこの幅だったらタンデムステップ出してもですね、足乗せられますので、これはおすすめです。はい、で開いてみると、ここにですね、デイトナの防水型の電源分岐3系統 12V 取れます。これがメインキーをオンにしますと、はい、カチッて言ってオンになりましたね。で、ここに僕はパイロットランプをつけました。はい、パイロットランプはですね、アクセサリー線とグランドでつきます。はい、でデイトナじゃないですね、A 門のでかいバチンっていうですねリレーつけたらですね、その時に、割と電流がドーンと流れちゃうみたいで、全体的なですね電源が落ちました。デイトナのこのタイプのものでしたら問題なくですね、このようにプラス電源の3系統を取ることが可能です。はい、でまあ、これ適当に僕こうやってくるくるして、まあ、プラスはちゃんとこう養生されてますので、これマイナスなんで大丈夫です。はい、でこうやって巻いて、ちょっとこれは使わないので、閉まってます。でこのバッグ合皮なので、絶縁されます。はい、合皮です。本当はね、本革のやつを使いたいんですけど、なかなかここにぴったりの本革のツールケースっていうのが ありません。はい、で、まあ、シートをよいしょ。ね、最近本当わざと当たってくる人いますからね、ドラレコは必ず皆さんがつけましょうね。でつけると、まあ、ギリギリですけど、ここのところにこうはまりますんで、よいしょ、こうですね、はまりました。はい、でなんでここにパイロットランプつけたかというとですね、ちなみにカメラの線はここの裏通してまして、このインテグの裏を普通に通してます。でこれ、タンク外さなくてもできます。今回ほとんど分解してません。はい、でそうなんでこうパイロットランプをここにつけたかというと、ちゃんとですね電源が今生きているかどうかっていうのをですね、こう確認できるように、ここについてたらまぶしくてしょうがないです。はい、ここちらって見ればですね、あ、生きてるなっていうのをですね確認できますので、ここにつけました。はい、で、まあ結構ね、一個一個の部品は安いです。はい、ヘンリーのバッグは革じゃないのでビニールレザーなので3000円ぐらいでした。はい、よいしょ。
あとやっぱ配線がかなり余る割にはですね、R90 にはその配線をこうしまうような場所っていうのは一切ありませんので、ありませんので、よいしょ、ビスト面のめんどくさいよね、あとにしよう。そう、配線入れる場所がないので、こうしたソフト付けのツールバッグをつけるので、これでもね、最初もうでもあと、まあ、1リットルでもなんとかなるかなとは気がするんですけども、もうちょっとこうちっちゃいやつが良かったなっていうのは思いますね。フロントにこうつける人もいると思うんですけど、僕フロント周りにこれがついてるのはどうも好きくないんで、なんかあれみたいじゃないですか、あの災害救助犬のね、あのでかい犬がここにね、タルつけてるじゃないですか、ね、あれみたいな感じになっちゃう。フロントにはちょっとつけたくないなという感じで、わがまま言わせていただきました。はい、はい、これは後でやります。はい、というわけで、まあ、R90 ちょいちょいいじっていこうと思います。今のところ考えてはいないんですけども、あのオイルクーラーの容量がですね、ちょっと小さいんじゃないかという説もあります。私今のところ全くそれ感じてないんですけども、まあ、もしそれがひどいようなその対策をしてみようかなとですね、考えています。はい、あんまりごちゃごちゃいろいろつけたくないんですけどね、そんな感じで参考になれば幸いです。ありがとうございます。